はい、どうもこんにちは、ピアさんのゆいとのんです。今回は機械医師の新衣装を使っていこうかなと思います。やっていきましょう。なんだっけ、 リスウィムみたいな感じの名前の衣装今回使っていこうかなと。ガチャの技師の衣装、ね、そうめちゃめちゃ可愛いんだよね。今回さ、ガチャそのコメント欄で教えてもらったんだけど、あんまテーマないなと思ったんよ。この水着だったり、なんか騎士だったり、なんかチェスだったり、で、なんか何だろうと思ったら、なんかオリンピックらしいね、今回のテーマ。スポーツで。そうそうそう、ね、で、ジョセフのやつは、あれ、騎士じゃなくて、あの、フェンシング。はい。で、チェスがね、なんか追加されたらしくて、オリンピックに新しく競技として。そういうことなんや。で、それで、そうこういうなんか関連があるらしいみたいな噂を聞きましたね、僕は。確かに夏はオリンピックっていうイメージもあるもんね。夏っていうか、今年開催だったじゃん、一応予定としては。あ、そっか。そう、東京オリンピックがね。はい。っていうやつだったけど、まあ、できるかわかんないけど、まあ、そういうことも含めてみたいな、こっち側来てか。ロボ、あ、やばい、ロボが死ぬ。OK。なんか見逃されてる。けど、あ、いや、追ってくるか、追ってくる、OK。ナイス。今ね、あそこのなんだ、新しいとこの開きみたいな、新しい開きみたいなとこでやってた。OK。うちそのユイの本店のところをロボでやっとるけん。あ、そうなの、OK、了解。それめちゃめちゃありがたいな。うん。ガンオイしてる、今、小屋まで来た。OK、ロボで5台分チェイス。ロボで、絶対無理。けどまあなんとかなってるかな。今回のねこの衣装ねめっちゃねあのメイクが可愛くてね、義士の。あー、じゃあ義士のこの今回の衣装の魅力をうちが伝えさせてもらうわ。あ、どうぞ伝えてください。いや、まずそのゆいの言っとる化粧メイク、はい、それめちゃめちゃ可愛くって。そうなんだよな。よく見たらそのなんかペイントみたいなのもされとって、ハートの。そう、なんかスタンプじゃないけど、なんていうの、なんかフェイスペイントみたいな。あ、そうそんな感じのやつをされてて、それがめちゃめちゃ可愛いなって。わかるやっぱメイクもね、その衣装によって全然違うんだよね、うん、もう一個なんかめっちゃ可愛い顔のやつなかったっけ。なんかメイクがすごい可愛いやつ、何だったかな、衣装忘れちゃった。キャンディーかな。あー、キャンディー少女のやつ。いや、キャンディーじゃない、なんかね、もう一個ね、めっちゃなんかすごいなんか大人っぽいメイクしてるやつがあったんだよな、忘れちゃったけど。やばい。あとはやっぱ水着、うん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 、ギシちゃんのスタイルを活かせた水着やなって感じがする、うん、確かにね。なんかその、なんて言うんだろう、なんかあんまり大人っぽい感じじゃないじゃない、パン。うん、そうロリって言ったらあれだけど、なんかそういう感じの、なんかそれが似合う水着をやってる、うん、やば、読み負けた。あ、OK 板破壊してくるかなと思ったけど、あー、もうロボ完全なくなっちゃった。もう本体回しで普通に、うん、ガンガン上げるわ。うん、こっちもうちの本体が上がる。うん、俺結構俺なんかチェイスした気がするんだけど、まだ4台おかしいな。まあ多分工場も結構やりたかった、うん、これロボ隠した方がいいよ。オッケー、多分俺そのまま終わりに。めっちゃロボ追いたい人なんかな。え、俺ついよ。いや、俺追いな気がするけどな。オフェンス粘着来てくれてる。いや、ロボめっちゃ追われてる。ロボ追いまあ、疑似人だもんね。とりあえずロボ壊して全体負荷しようっていう多分感じなんじゃないかな。で、その魅力の続きなんやけど、はい、その今回議会技師の議会技師あれなんかリモコンがめちゃめちゃ可愛くって、うん、リモコン、ああ可愛かったかも。いや、俺もうなくなっちゃったごめんなくなっちゃった。ちょっと待って、なくなっちゃったこの衣装の魅力を伝える動画なんやけど大丈夫そう。あ、ごめん、いや次見せる。ロボット操作ばっかしよったよね。いや、そう、いやだからずっと終われるんだもんね。なんかあれ、画面をロボ操作で締めるってもう、うん、やばい。なんか今ね、ここね4人ぐらいいるんだよ。うん、やばいわ。でも本当にその携帯品で、うん、あのついとんかなと思ったら衣装についとるけん、今回のガチャこれアヒルが使いたいなって人はアテント使えんっていうのね。そうだね、まだロボが変わったりはしないからね、うん、あとね、なんかこの衣装走ってたらね、なんか泡みたいなポコポコ出てるんだよね、周りから。はい、それもね、なんか可愛いんだよね。やっぱそういうのも全部細かいよね、衣装によって違うっていうのが。なんだろう、これ泡は出てるんだ。泡となんか落ち葉みたいな、うん、なんかひらひらが舞ってる、ずっと周りに。しかも最近のそのトレンドなんか知らんけど、水色が多いよね、衣装で。そう、水色。ああ、確かに昆虫学者もそうか。そう、まあ、夏だしね。なかなかなかったと思うよ、水色系の衣装って。確かに今までね、全然結構レアな衣装ってなかったからね、うん、なんか現代の感じに近い感じの衣装が多いよね、なんか。あ、そうね、ほんと人間味あるくない？そう、なんて言うんだろう、ゲームの中っていう衣装がやっぱり赤ずきんとかさ、うんうんうん、もうそれはそれで可愛かったけど、今回のなんか現代っぽいっていうか、普通に着ててもおかしくないなって。そう衣装があって、うち今小屋で割れとる。小屋置くの、カラス来なかったら大丈夫だよ。オッケーオッケー。これカラス2連と小屋1連で残りだから。水着衣装、他のキャラクターも出てほしいな。そうだね、今ね、多分ね、うん、他のキャラクターって結構スタイルいい女の子多いけど、際どくなっちゃうのかも。なんか違うゲームみたいになっちゃう。なんか目的が変わっちゃったり。最近なんかそういう YouTube の広告めっちゃ多くない？めっちゃ多い。なんか最近の YouTube のさ、ゲームさ、なんか簡単にレベルめっちゃ上がって、とりあえずガチャ引いて絶対当たり出ますよってしとけばいいと思ってね、最近の広告ゲーム。それは違うんかもしれんけど、いろんな楽しみ方があるけどね。いや、最近多いなと思いますけどね。あ、ナイス。けどね、やっぱあの体のライン
が見えるゲームは多いよね。いや多いよね、なんかね、うん、いやめっちゃさ YouTube ってさ動画自体はそういう規制厳しいじゃん、うん、けどおいおいこの広告ほんのに大丈夫かみたいな。やば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 こっち側ね、まだ開かないけどね。オッケー。でも開くかもしれない。来て大丈夫。うん、来や来や来や、来て大丈夫だよ。行きたいんやけど、ヤサオニと見せかけた。いやね、いやそう、俺もなんかヤサオニかなって最初一瞬言わなかったけど思ったんだけど、うん、ガンガン殺しに来てたから多分ヤサオニではないかもしれない。分からんなこれは。分からない。まあ、でも下げ引くよ。うん。あ、引き止めるないわ。あ、そうなんや。うん、じゃあ壁してくれたら出てるかのうち。出れる出れる。一章だけか。そうだね。あ、まあ、やけん諦めもあったんかな、そのそれはあるかもしれない、うん、じゃあということで2戦目やっていこうかなと思います。さあ2戦目やっていきましょう。やっていきましょう。病院だ。ユイのチェイスが見たいな、そろそろ。さっきめちゃめちゃしたけど。いや、ロボ出したのかな。まあまあまあ、確かにロボもね、本当にチェイス時間やけんね。うん、あ、本当だ、これな、アヒルかなんか持ってるな。え、そうよ、アヒル持っとんよ、うん、アヒルなんか風船付きみたいなやつ持ってる。めちゃめちゃ可愛いと思った。今俺あっち側回すわ、女神像。オッケーオッケー。うち普段の自分の衣装にこのアヒルの操作が持ちたいなと思ったけど、うんうんうん、まあ、衣装についてるけど無理やなって。まあさすがにね、うん、そこが残念やけど、まあ普通に欲しいこの衣装。なんか今銃撃った、もしかして。うん、撃ったと思う。ここあれのあれはこれやばいな、これやばそう。俺今ねロボットをねあそこに出してるんだよ。どこ強ポジ正面。強ポジ強ポジ。うちも強ポジそれそうだよ、だから一番最悪。いや、いいと思う、うちここ終われるし。本当に。うん、これ俺別にそこやっていいよ。あ、俺終われない終われない。いや、うち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 了解了解了解。まあハンター的にはそりゃ義手を置いたいよね。あ、いやー、嘘、俺そこ行こうとしたら、ま、なんか調光師がそっち行ってる。あ、オッケー。ユイのチェイスが良かったな、うんうん、いやもう俺さっきチェイスしたからいいよ。いやでもそれロボでしょ、うん、見えとったいやいいじゃんいいじゃん、なんでも、まあ、いい。俺の可愛い角付きロボットが走ってるよずっと普通に。あ、ここもなんかおる、やばい。今回やばい、暗号機と味方のスポンチ悪すぎる。これあれだね、そうね、めっちゃ固まっとった。小屋強ポジに多分、うん、小屋強ポジに3人いたし、うん、そのうち2人が義手だったから、もうロボットでもう、まあ、普通院内回すよねって話よね。そう、合計なんだろう、強ポジに5人分いることになってたから。あ、そうか、ロボ人数かぶりがえぐい。まあでも院内チェイスやけん結構。あ、本当に。まだ余裕がある。これ固まりそうだな、正面側。そうね、まだ正面1台ここ回しとけば多分大丈夫じゃないかな、わ、うん、かんね。普通にその真後ろで追ってくれるタイプの方やけん、うん、ありがたい。ユイとかいやらしく途中からポンって降りてくるけんね、違う場所から。院内、いや院内ね、相手の裏つくのがマジで楽しいんだよね。いや、うわ出たーってなって焦る。何それ、いつも通りのチェイスをさせてもらえんっていうのが、うん、いやもうね、院内はね、ほんといつも通りのチェイスしたらね死ぬから、ハンター。まあそうね、そう、それさえねうまく裏つければいいんだけどね。うまいサバイバーはね、裏もつけないんだよね。もうそろ無理かも。もうそろ無理。あ、でもね、うん、全然1台分空軍とこ上がってるし、あれかな、調光師かな、多分俺が最初やってたところ。あ、多分女神像らへんを逃げて大丈夫だ。いや、もう死ぬ、ごめん、もう死ぬ、OK。 あ、いや、もう無理さっきからもう死ぬ結構聞いてるけどな。気絶をさせれたらインナにもう一回行けるんやけど。 OKOKOK、OK OK OK、いや無理。あ、いけた、ナイス、インナ行けるか。いや無理だ。いや、インナ別に行っていいよ。うん、あの女神終わっとるけん、女神。あ、 OKOKOK、OK OK OK、うん、小屋もね、もうそろそろ上がるから、釣られた後ぐらいだったら全然行ってもいいよ。いや、これね、出す場所を考えて、うん、いやー無理か、これ行ったっけ、ずつまた狙いたいけどんだけ持つん、もう死ぬんかなってそわそわしてるんだけど。 OKOK、 ナイスナイスナイス。今んとこね、もうあと2台回って、うん、多分もう3台分回ってる。え、強ポジももうちのが上がりそう。あ、 OK、 じゃあ全部回ってるわ。 OKOK、 じゃあこっち側がっつり回して本体集中して回すか。了解。めちゃめちゃ内地。まあ、よかったね今回は。うんうんうん、そう、どっちかが終われるまでこの動画の撮影終わらなきゃね。確かに。本当に。あ、な、超ボスそこ行ったのか。じゃ一応俺そこロボ手伝わなくていいかな。うちの方がもう上がる。上がる、オッケーオッケー。うん、いや本体が、本体もうちょっと回しとけばよかったな。まあ、きついよねロボの操作時間考えたら本体で回した方がね。そうそう、いやもう場所かぶりがひどかった今回は。あ、そうね。まあ、俺のロボでゲート小屋側開けて。どうにかするかな。これ4割で。え、待って、4割で行ってくれんっぽい。嘘、行ってほしかったな。まあ、まあ、そうだね、危機一発中には上がるんだけどね。うちのロボでヘイト取って、うんうんうん、そうしよう。間に合う、間に、いや、半分間に合わせた。いや、間に合った間に合った、ナイスナイス。ロボで間に合わせたもん。決めてしてもらえんけん。オッケー、いや次だから、次だから。オッケーオッケー。まあ、飛びがくになっちゃったけど、うん、多分その椅子ってどこ、強ポジの前側、うん、近い方、遠い方かな、分かんない。いや、惜しかったな、ワンチャンこれ通電できとったらね、うん、もう寸止めいけてるっちゃいけてるんだけど。オッケー。あ、うん、今度こそ救助来てくれた。大丈夫そうかな。これで救助狩り、まあ、されたのは大丈夫か。うん、さ、救助される。もう殴られる。うん、オッケー。オッケー、つける。遅い機械技師。いや、ナイスナイス。オッケー、小屋側開けてる。なんかいっぱいおるよ。本当に？どういうこと？こっちがいっぱいおる。今ね、あ、反対正面。え、え、とかやられとるやん、チョコイさん。え？なんだよ、早っ。
まあ今ね正面側も両方開けてるからオッケーオッケー、まあ、多分小屋行ったらもうあ逃げれるとは思う多分やけど、うん、空軍は小屋にあ小屋行ってるあの救助行ってくれてるっぽいからあ、まあ、小屋そう、ね、小屋かあ正面うんまあまあ、うん、正面も開くいいよ来ていい来ていい来ていい大丈夫大丈夫内負傷やけんこれ内側回した方が早いかもしれないえそんなんあるの機械師あるよえあるの人の負傷は関係ないえそうなの、うん、自分の人関係ないの機械師って、うん、え初耳なんだけどそれ本当に本当情報本当本当に言ってる本当本当え本当にえ絶対信じたよ俺それ絶対いや自分の負傷は本当に大丈夫、うん、あそうなの、うん、あなんか俺のロボ狙われてるあオッケーオッケーいや俺信じんとこののそういう情報なんか嘘もマジで信じいや俺は信じない絶対信じないマジかあ、でもそんなあるんだ何年もやったんやけどね一回初めて知ったへえー、自分の人関係ないんだ、うん、そう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 いや、ちょっとわかんない怪しい新人とこ俺はまだ信じないよまあ、ということでねじゃあ今回こんな感じで新書使ってみましたよかったらチャンネル登録お願いします今日もご視聴ありがとうございましたバイバイ今日もご視聴ありがとうございましたよかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますあと Twitter もやっているのでよかったらフォローしてくださいそれでは次の動画でバイバーイ